こうやってフィンランドの人は、はい、おつらしゃー火が飛ぶ、いや、でもこういう、流れ飛ぶのか、こういう火の音っていいじゃないですか、うん、パチパチしてるの、うん、いや、熱いぞこれ、こうすれば大丈夫、下からこうやって時間をね、かけて食べるんだって。へぇ、まあ僕も、そうですね、寒いですからね、ちょっと寒いから、温まりながら、なんか暖かい日が少ないから、うん、ちょっと暖かくなったら、もう楽しむんだって、うん、ああ。だから やっぱり焚き火って冬のキャンプみたいな、そういうわけでもなかったんですか。何も言わないで。あ、ちょちょちょ。あ、もう弾けた弾けた。弾けたらいいのかな。あ、そう。そんな早くいいですか。いや、もういいんじゃないの。良さそうですかね。あー、来た来た来た。ほら、弾けてきたよ。あー、あ、やった。炭ちゃんと赤くなってきました。よかったよかった。よかった。なかなかつかなかったんです。もう食っていいんじゃないのこれ。あ、別に生だって食えるからね。うん、おお、バンバン弾けてます。そうですね、もう食ってもいいんじゃないですか。うん、おーおーおお、すごい。真っ黒くなって。ちょっと原発食ってみて。これすごいっすよ。どう？あ、うまいでしょ。おいしいです。おお、北欧は嘘つかない。はい、そうですね。あったかいです。いただきます。はい、うまいっすよ。うまいっすよ。食ってください。おお、パリパリ。うま。どうすかどうすか。なんせ今2時40分だから、ね。うま。やっとやっと食えましたね。昼飯やっと。ちょっと中があったかくねえな。熱い。中ぬるいな。まあ、ここはね、ここスタイルで、うん、ね、暑いよ。はいはい、これね、どうでしょう、あんまり近すぎてもいけないと思うんで、遠火でね、まずはネギマからですね。ネギマね、あ、これ4本ずつ入ってるんですね。ちょっとあの、焼き鳥屋回転しちゃったみたいな。あ、そうですね。始めましたね。ここはさすがに。ここは。あ、そっか。あれが燃えちゃうからな。今日はコーヒーセットを持ってきて。いいね。この緑。あ、なんか危険な気がする。あ、火ついた。串に火ついた。危険な気がする。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よし。あ、いい感じですよ。いい感じ、いい感じ。あ、ちょうどいいじゃないですか。うん、いや、もう串は焦げて、しょうがないと思わないと。うん、ニンニクじゃない？すげえニンニクの匂いした。え、これネギマとただの鳥のやつ。あ、完全に火燃えたね、串に。これうまそう。あらららら、あ、串が。串が取れた。あ、それも燃えちゃうみたいな。串が中に。串が。こいつはさよなら。いいね、いいね、いいね。いいね、うんうんうん、よし。あとはちょっと保温気味で。そうですね、ちょっと遠火で、うん、掘りに仕掛けます。かける人、かけちゃっていい？あ、はい、全然。掘りにしがねえや。マキシマム、マキシマム結構荒い、荒い、荒いね。適当にお皿ここです。はい、贅沢に。大丈夫ですか？うん、あ、苦っ焦げてるわ。
でもうまい。ああ、よかったっす。焼き鳥のタレもいっちゃいます。はい。二度漬けしちゃいます。うまい。いいっすね。うまい。これ何食ってもうまいっすね。男だね。うん。うん、男だね。あー、ちょっとやばいんじゃないですか、これ。お、お。彼やばいんじゃないですか。うん、まあ、いい感じですよ。うまっ。うん。あ、ビール、ビール。一言、一言お願いします。最後に一言。これ、300ペリカ。美味しいです。皆さんもぜひ買ってください。なんで小川さんいつも僕にこんな無茶ぶりするんですか。絶対。いいね。いや、結構でかいね。身がでかい。醤油垂らしたいな。あ、醤油忘れた。あれ醤油買ってないっけ。それ買ってないわ。あらららららら。あ、でもこれほら海のさ塩味がついてるから。これなんかもう多分ちょうどいいぐらいじゃないですかね。うん、めっちゃうまそう。うん、見てください、これもう大川さん召し上がってください。この中でブクブク泣いちゃっていいですか。はい、中でブクブク。じゃあいただきます。硬いな。うん、だこびりついてる。あ、うん、こっついて、僕はそのまま行こうかな。うまい。美味しいですか。うん、よかったっす。うまい。本当にうまい。うん、なんかそのつけなくても全然、うん、その素材の素材の味だけどしっかりと。あー、ついてます。うん、ついてる。その貝ひもホタテの旨味と程よいあの塩の塩加減、はい、うまい。これまるまる、あ、切らずにね。うん、結局買わなかったですからね、包丁ね。そうなんだよ、包丁買えばよかったな。確かに。まあでもこのまるまるでもあのほら種まで食えるっていうから、はい、いいんじゃないの。そうっすね。見てよ。はい。見てよ、青々とした竹だけしですね。あ、いいっすね。でもこれ中通るの相当時間かかるっすね。切った方が良かったな。絶対言うと思ってました。切った方が絶対いいな。絶対だって僕たちの中で小川さんのが絶対一番そう言いますよ、うん、切った方がいいな。そうですよね。これの串に刺して丸焼きみたいな。そうっすね、いけるんじゃないの。そうっすよ、もうモンスターハンターです。おーおお、いい感じいい感じ。おーおでも食えるからな、ピンって、うん、めちゃめちゃ暑いからね。本当に暑いから。そう、いや、え、本当に暑いからね。あ、うまい。うまい、ホクホク。焼肉のタレ、うん、丸焼き。めっちゃうま。
あ、なんか凍ってます？うん。え、種大丈夫ですか？なかったですか？結構種わっさ入ってるやつとかもあったりする。結構辛いね。焼肉のタレですね。ああ。それも手やめた方がいいぞ。熱いぞ。下に落とした方がいいぞ。うん、ああ。うまいっすね。めっちゃ香りも。うん、いい匂いですね。うん、山の幸が、うん、そろそろいいんじゃないですか。いきますよ、はい、ああ花が咲いた。おお、もう椎茸汁が出ちゃうけど、そうっすね、この傘の内側にね、うん、溜まるやつがね、まあいいか。めっちゃうまそうっすね、うん、もういけるんじゃないかっていうぐらいですね、もうすぐね。うん、椎茸汁出ちゃうから行っちゃった方が良かったかな。でも今行っていいぐらいじゃないですか。行きますか。はい。ちょっと待って。美味しさを四字熟語で。これ一日一膳ですわ。四文字熟語いただきました。あ、日進月歩もういいです。じゃあ、諸行無常ってことで。諸行無常、あ、よろしくですよ。あ、キノコ、いや、もうこのパチパチいう音が最高っすね。うん、何なんでしょうね、この木が燃える音の良さって。キリンの効果、はい、あ、これ来たでしょ、これ来たでしょ。おお、あー綺麗ですね。ごついやつ乗っけてもいいんじゃないですか、そっちの中くらいのやつ。金魚、吸っちゃダメですよ、吸っちゃ。もうそれいらないっしょ。あ、来ましたね。キャンプファイヤー。ああ、まあいいぐらいに綺麗に映ってますね。大川さん、なんでその、うん、モスキートみたいな針持ってるんですか。100均で売ってる。あ、買って用意したんですか、これ。そう、これだけ買ってきた。おお、あ、すごい、これはいいね。え、すごい効果ありますね、それ。あ、すごいことになる。うわ、いや、ちょっと今小川さんがジミヘンドリックスに見えましたよ。これどうしましょうかね。さっきのナイフみたいなやつで切ってからのせます。焼いてからじゃなくて切れないんじゃないか。じゃあ焼きましょう、これで豪快に。これすごいな、あの
ギャートルズみたいに食べるしかないな。原始人みたいな感じ、うん、あ、いいっすね。いや、待ってましたよ、これを。食べたかった？食べたかったっす。あ、いい感じです。ちょうど。すごいね。起きれば。よし。おー、うまそうっすね。照りが。これいいでしょ。いいっすね。じゃあちょっと焼肉のタレでいくか。はい。ああ、いけた。うまい。ああ。うん。え、中、大丈夫ですか？多分大丈夫でしょうか。こんだけやってれば。そう、大丈夫。うまいっす。うまそうっすね。うん。いや、バイキングですね。うまい。うまいっす。ああ、す。続けてらっしゃるのって本当にすごいなって僕ずっと見てたんですよ。アンチがコメントしてきてるのに YouTube やってるから。あ、いや、というまあそれも含めて YouTube じゃないですか。うんうん、で、やっぱりずっと続けるっていうことが難しいじゃないですか。うん、特に YouTube の配信なんかこう動画ネタ毎回何しようかな何しようかなみたいなのあるじゃないですか。うん、それで長年続けてらっしゃって、その継続が、今につながってらっしゃって、結果、出されてらっしゃるのとかって思うと、うん、いや、本当にすごいなって、ずっと思ってます。いや、ただ単純に楽しいからやってるだけなんだよ。それがすごいんですよね。まあ、やっぱりそれが一番いいんですよね。うん、まあだから釣りするのとかさ、はい、楽しいじゃん。楽しいですね。そういう感じ？そういう、ああ、釣りするのに釣り竿買って餌買って、はい、遠くまで車で行って、はい、炎天下で釣りしたり、はい、寒い中釣りしたり川の中入ったり、はい、大変だねって言ってんのと一緒だよ。あ、やってる方は楽しいじゃん。そうですね。うん、小川さんはバス釣りでしたら、うん、実家にいくらでもタックルあるんで、あ、はい、全部道具は準備します。バス釣りしようか。したいですね。うん、荒川でもできるからね。あ、いるみたいですね、バス、うん、川のバスって引きが強いから面白いって聞きますよね。あ、そうなんだ。はい。ノイケンとかのバスと違って、うん、やっぱずっと流れに逆らって泳いでるんで、ヒレがでかくて、うん、なんていうんですかね、プラス10センチの引きみたいな、30センチのバスでも40センチのバスの引きみたいなのありますよね。すごい詳しいね、やっぱ。まあ、バスプロ目指してた時期もありますからね。バスプロ。いろんな肩書きがあるな。プロカメラマン、ギタリスト、バスプロ。何も意識したことなかったですよ。じゃあ、そろそろ帰ろうか。はい。楽しかったっすね。ね。はい。